はい、どうもどうも、はい、どうも、漫才師です。分かってるよ、みんな。金尺です。お願いします。漫才師の金尺ですからね。お願いします。はい、あの、いきなりやねんけど、はい、もしさ、宝くじ3億円当たったら、うん、おい、どうする？夢があるやんか。もう俺やったら、もういい家買うて、いい車乗って、ね、旅行とか行きたいなとか思ってんねんけど、お前とどうする？3億当たったら、うん、普通やな。普通？普通。いやいや、普通ってのは3億当たってんねんて、お前。普通ってなんやん。だってもう8回当たってるから。嘘つくなよ、お前。8回もだってもう普通やな。8回当たってんの、お前。もううんざり。うんざり。もうええ、重いな、ちょっと。重いってなんやねん。重いわ。24億 ?24 億。ちょっと待って、え？24億当たって、その、なんかその感じなの。え？言わしてもらうけど。何が？いや、24億。24億当たってる感じやん。どこがやねん、お前。24億やん。いや、もっといい服買えよ、お前。いい服やっちゃう。どこがなん、これ。めっちゃいい服やん。それ、なんぼすんの、それ。これ3億。全部使ってるやん。3億。3億、これ。触らんといて。え？ 5000 円の指で触らんといて。誰が5000円の指やねん。3億やから。めっちゃいい。そう、ユニクロに売ってるって。ユニクロにこんなん売ってるか。売ってる、どこに行こうだ、ほんなら。エジプトやん。エジプト。エジプト。エジプトでこうだ。エジプトで3億、これ。3億。これはこんなら。これ3億。これも3億 ?3 億。3億めっちゃ使うやん、お前。全部使当たってるから。え、使うよ、当たってるから。どこでこうだ、それ。エジプト。エジプト。エジプト。ユニクロに売ってるって、それも。売ってないって。エジプトでしか売ってない。打つわよ、こんなら。打つわ、1800円。なんでなん。エジプト行けよ、お前。無印で買ったから。無印。3億のもんなかった。ないよ、そら、無印には。安くていいもんばっかり。無印はな。まあ、それはそうやな。で、靴下3億。3億、これ。これも3億。3億、3億。別々で3億。3億。どうこうだもん、それ。エジプト、セネガル。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 セネガルは、まあ、似てんねんけど、エジプト。まあ、売ってそうやけど、確かに。売ってそうや。てか、それともお笑いせんでいいやん、もう。え？なんでお笑いやってんの？は？そんな金持ってんやったら、もう優雅な暮らしできるし、何もせんでいいやん、もう。なんでお笑いやってんの、お前。いや、好きやからや。お笑い好きやからやってんの。別に金稼いで何でもいいんちゃうねん。俺は好きなお笑いで頑張って稼いで食っていく。これが俺の夢であり目標やから。だからお笑いやってんの。何も間違ってないやろ。それは俺は間違えてた。そうや。お前心まで貧乏になってんじゃん。もうすごいね、今対比が。心まで対比すごい、ね、頑張ってそれは。反省して。お笑い好きやろ。お笑い好きなんやろ。お笑い好き。しかも金も持ってると、まあ、ただ金は正直持ってる。正直持ってる、それに関しては持ってる。ほんなら昨日何しとってん金持ち、お前。え、昨日何しとってん金持ち。ネタ作りや。お笑い好きやな、お前。お笑い好きや、ネタ作り。お笑い好きやな、お前。3億使ってる。どんなネタ作りやん、それ。3億。環境を整えなあかんやん。え、没頭できる環境や。個室の感じや。個室？城のなんかこんな個室の三角や。え？三角は集中、三角集中できんねん。そうなの。で、脳もこういじるわ。脳？遺伝子をいじってこう染色体とかもなんかやんねん。染色体？前頭葉とこの後頭葉とか左脳とかの間にやって、うん、で、2億横置いてガー。なんで置くねん、2億。2億の圧があるやん。2億の圧？2億の諭吉が見てるやん。諭吉に見られてるって言ってガーやんねん。それはかどんのか。これがはかどんねん。わからんは庶民やから。そうそう、わからんは庶民には。ほな、どこ住んでんねん金持ち、お前。え、どこに住んでんねん金持ち。半島や。半島。半島。半島。知ってる、半分の島、半島。知ってる、庶民でも知ってるよ。半島に家建てとんねん。どんな家やねん、ほんだら。ごっつ家建てとんねん。どんな家か言わんかよ。こんなんや。どんの家。形で言うたらこんなん見る。見る見る。こんなんやんか。こんな家やねん。形で言うたらええで、もっとでかいで。入られへんやろ、こんなんちっちゃかったら。形やで。デザイナーズや。いびつやろ、形。デザイナーズ、聞いたことある？デザイナーズ。デザイナーズ物件ですよ。家帰ったデザイナー3人おんねん。おんの？邪魔やん。これは邪魔。邪魔やん。これは邪魔。金でどっかやれよ。いや、これはでもデザイナーズやから。家帰るやん。玄関開けたらデザイナーバーンおんねん。すぐ邪魔やん。これは邪魔。邪魔や、どこやん。トイレ行こうかなと、またバーンおんねん。また邪魔やん。トイレ狭いから、この愛していかな。邪魔やん。入り口付近におるから。邪魔やん、めっちゃ。で、もう一人はもうちょろ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 。一番邪魔やん、そいつ。これが一番邪魔。そうやろ。これは邪魔。ぶつかってまうやん。ぶつかったらせえへん。なんで？デザイナーやから。え？でもまあ目障りやから、これ邪魔は邪魔やん。邪魔やん。でもこれがええねん。それがええんかい。デザイナーズ物件。わからんわ、庶民やから。わからんや、庶民には。ほんな趣味なんやねん、金持ち。え、趣味はなんや、金持ち。趣味はな、うん、くれや。もうええわ、どうした。